バーナム・オーバリー・ステイスの風車。バーナム・オーバリーは、イングランド、ノーフォーク州北部海岸に位置する行政パリッシュ。現代においては、区域内にある二つのハムレット、すなわち元々の集落であり、中世以来の小教区教会があるものの今では、わずかな個数しかないバーナム・オーバリー・タウン、バーナム・オボリー・タウンと、 1>, 1マイルほど離れた場所にある水路に面した船着き輪に望む大きめのハムレットであるバーナム、オーバリースペースを区別することがある。バーナムオーバリーは西に1マイルも離れていない大きめの村バーナムマーケットと東に3マイルほど離れたホーカムの間に位置している。より大きな町で鉄道の最寄り駅があるキングズリンが20マイルほど南西にあり、 他方で30マイル南東にはのリッチがある。保冷ョ・ネルソン提督の記事であるバーナムソープは1マイルほど南東に位置している。様々な書簡や文書類が示すところによれば、ネルソンは海軍に入る2年前の10歳の時にバーナムオーバリーステイスでディンギーの漕ぎ方や搬送を学んだという。村にある唯一のパブはザヒーローという名であるが、 これはネルソンを叩いた,たものである。この行政パリッシュの面積は8.92平方キロメートルで2001年イギリス国勢調査における人口は311人、世帯数は167世帯であったが2011年には人口134人まで減少した。地方行政区画の上ではこの行政パリッシュはキングスリーウェストノーフォークの人種ディストリクトに 所属している。バーナム・オーバリーは、歴史的にバーナムズと総称される周辺の村々の港であった。二つの集落はいずれもバーン川に面しており、中世末期までは、交易船が村まで、すなわち現在のバーナム・オーバリータウンに入港することができた。しかし、川床のタイドロが進み、商用の交通は下流側のバーナム・オーバリーステイスに移った。 1866年に鉄道がバーナムズまで通るようになると、船による商用運搬は衰退し、最後の商用船がステイスを経ったのは、第一次世界大戦が終わって間もなくであったと考えられている。バーナムオーバリーステイスから海までの間は、海岸沿いの遠征商宅を通る川が多数の潮汐水路をなしており、最後には地元でバーナムハーバーと称されている。 ガンヒル近くの砂丘の切れ目を通って海に注ぐ。小型船舶であれば、この切れ目と水路を通って海側からバーナムオーバリーステイスに達することができる。今日ではバーナムオーバリーステイスとその船着き場はリクリエーションとしてのセーリングの拠点となっている。また、季節によって運航されるスコルトヘッド島国立自然保護区への渡し船の発着点となっている。 バーナム・オーバリーの水路の東側には、乾いた土地と砂丘の間のかつての遠征商宅が干拓によって、塩水の影響を受けない草地とされ、放課ムエステートの一部となっている。バーナム・オーバリーステイスから砂丘や砂浜までは、干拓地を水路の影響から守る塩庫をなす地区定に沿って、設けられワンエーハーフマイルほどの歩道で結ばれている。ジョーン・ジー・ロビンソンの小説。 思い出のバーニーに登場する二つの村リトル・オーバートンとバーナムは特に重要な場所として扱われる突定と風車も含めいずれもバーナム・オーバディーを元にしている。ありがとうございます。